あれ、のろしモード閉まってんだけど。え、ちょっとエプロンさんに腐ったものを渡そうかなと思って通りかかったんだが、あ、これ腐ってないね。普通の紫の子じゃね。そろそろ扇風一個欲しいな。OK です。ではでは、というかしばらく経ったから本来の位置に扇風も落ちてんじゃないかとも思うんですけど。え、ちょっとルミコさん心配だから寄ってみようか。お、パックル、チビタじゃん。大変だ、ばあちゃんが。どういうこと。2階にいるの？了解。え、まさか。え、まさかだけど。あ、よかった。なんか、字幕があってよかった。なんかさようならぐらいしか読めねえと思ったんだけど。なりなせいは読めた。もう平気ですじゃん。チビだや、強い男の子になりなせい。あ、やっぱりなりなせいって書いてあったわ。ルミコや女の幸せをつかみなせい。天国でツッコミの勉強することにした。さようなら。なんか文面がすごいバヤらしいけどさ。え、ちょっと待って、もう一回。あ、よく読むとさ、ちゃんとこの文章通りですね。でもすることにしたが最後の行ですよね。さよならの上にある天国ツッコミ読める。うん、確かにこれ読んでからなら読めるわ。読んだ。ふう、まったく。確かにボケてパーターのヤギを連れてきたり、一時期チビタが私の代わりに店番したりと。まあバーヤがやらかしたことはいろいろあるけど、そんなことで思い詰めて。え、どこにいたの？え、ここだったっけ？確か。うわー。うわー。なんか大体の見当ついたんだけど。ジギさんの2番煎じ。ぽいな、でも。なんかもう解決しそうですね、おそらくこれ。で、おそらくこういうことだ。助けてください、姿を元に戻して。え、例のあっこになんか、ズギーさん戻したと同じ方法でいいのかな？だよね、やっぱり。おそらくそうですよね。ポックル？あら、なんでニワトリなんて持ってるの？マヤだよ。まさか。キノコ食べすぎて姿が変わるって迷信だと思ってたけど。まあ、信じてくれないだろうけど、一応行ってみようか。ポックルは見たの2人目だからな、これ実際に。え、でも一緒の方法でいいんですかね。
うん。ここで待てば帰ってきたのかすぐわかるから、一緒にばあちゃんを待ってようね。じゃあ割とすぐ、やってきちゃえばいいのかな？ほい。沈んだー！ 2 回目。おはよう。ばあやおはよう。ああ、元に戻れた。よかった、よかった。でも結構燃え詰めてるっていうのは本当だと思うなぁ。ポックルヤン、ありがとうございます。キノコをたくさん食べたら死ねるかと思ったじゃん。中に雇いになっちまった。キノコを食べて姿が変わることすら忘れてたってことじゃな。散々若い頃のジギーを見て知ってたというのにボケたもんじゃよ。ジギーさん、何度かあるんだってことは。しかし、ニワトリになったのは初めてで死ぬかと思ったじゃん。さてと、ババアのんびり帰りよ。疲れたわい。これはどこのワカメでしたよね、確か。だから違うので、どうしよっかな。扁風そろそろ復活してないかなって思うんだけど。あ、イベントかな？うん。待って、普通にマドロスさん出てない？普通にお昼じゃない？まだ大丈夫なのかな。ふむ、マドロスか。あ、間違えた、聞きたい、超聞きたい。マルギ声。本当だよね、演技でもないぞ、それは。すごいの、もう、マドロスさんの心の広さね。これはもう家まで殴り込みに行ってもいいレベルだと思う。いい雰囲気は崩したくないわ。いつまでちちくり合うっていうこの表現すらなんかすごい時代を感じるんだけど。今の人言わないでしょ、絶対に。ごめんください。いや、むしろさ、一緒にポックルくん驚いてたけどさ、ポックル、バヤいたこと気づいてたんじゃないかなって思ってたんだけど。てか、目とか2、3回合ってなかった？よ、マダム、ボンジュール。お食事中かしら。泣けないよね。
キャカシンカットかけたんじゃない。だね、頼まれるカットかけカットかけ頼まれる。無理そう。なん、五代目。おみんな行くで。五代目、キモンス。おみんな行く、おみんな行く、おみんな行く。だね、カットかけてん気合い。グデ。トン、グデ。おみんな、おみんな。グデトン。ねえねえ、ここで振るのね。全てを飲み込むような大波が空から負担をするように降ってくるんだ。真っ暗な闇が続くんだ。海の上にいることを忘れるくらい真っ暗さ。そんな時なのに思い出すのはエプロンの作った七しいものに転がしだったんだ、だったの。違う、そんなことじゃねえんだ。俺はエプロンが止めるのを聞かずに海に出たんだ。結婚記念日が近いっていうのにな。だけど約束守るために帰ってきたんだぜ。おマドロスさんが男すぎてやばいわ。かっこよすぎるわ。キャヒーンで一気にさ、完全に持ってかれたんだけど、完全にいい流れだったのにさ、そう、キャヒーンのインパクトの強さで持ってかれたんだけど。と邪魔して悪いけど、そこのお二人さん、バヤ忘れてない？うん、それはある。てか寝てなかった？キモンスナメ。タチブス、オーミッナイナビュー。五代未開ですでかい？ナビュー服で。カットかけカットかけ。オーミッナイチンです、マジオ。言わせてくれよ、ハニー。オーミッナイナビュー服。俺はまた旅に。すごい、なんかすごいさらっとしてるね。でもまあでもバーヤはそうじゃないとね。マドロスさん、おっといけねえ。一つ頼みたいことがあるんだ。何ですか？そうだな、ボックル、お前に頼むとするか。何でしょう？後で俺の墓まで来てくれ。もう姿は見えないかもしれないけど、普通に出てきたんだけど。何何、フェイクだったの？もう一つあったぜ。バヤ、家に帰れよ。
うん、ここまでのことも相当意味のあったことだよね、プロンさんにとっては。うん、待ってる人がいるんだからね。待ってるよね、そりゃ。ならよかった。また姿を消したんじゃないなら。待つんだ。待つんだ。言ってあげなよ。言ってあげなよ、むしろ。4回もやる必要あった今。今リプレイやる必要あった。ぬるけつ。待って、寝てない?バヤ、寝てない?寝てるよ、ですな。ちょっとバヤ。また殴られるぞ。こうでなくちゃな。いやー、よかった。とりあえず解決ってことでいいんですかね、わかんないですけど。解決したかっていう、言われるとちょっと微妙なところなんですけど。まあ。で、どうしよっかな。時間的にはだいぶ余裕があるので、ちょっと扁風が復活してるかどうか見に行ってもいいかもしれないですね。何を見てるんですかね、これは。まさかだけど、なんか団らんシーン的なのが見れるんじゃないかなと思って戻ってきたんですけど。BGM がすげえ気になる。てててんててんてんててんててん。ぷんちゃぷんちゃぷちゃん。めんご。何?超気になる。何?だいぶ離れて見てない?でもこれ。大丈夫じゃない?ごめん。マジでごめん。今のはそういうつもりはなかった。でも普通に離れてちゃんと見てない?これ。寝てるー。もうお腹いっぱいになったら寝る、ね、眠たくなるって言いますからね。あれ、何の曲なの?でも。すげえ気になるんだけど。何?サントラとか買ったらさ、あれ入ってないかな?あれ入ってたらもう、即買い決定なんですけど。ようポックル。
約束通り来てくれたな。頼みがあるんだ。もう声が届かないぜ。ってことは、だからこその願いだもん。灯台の明かりが消えてるんだよ。こっちの世界に戻ってくるとき随分迷っちまった。なるほど、明るくしようぜってことか。なるほど、なるほど。灯台で待ってるぞ。なんだろうね、このなんか、トーナメントでの決勝で待ってるぜ的な、多分そんな感じでしょうね。じゃあ、7Cも、目の前でいただきます。ポックル君の腹黒い一面を見せたところでいきましょう。なんかすごい迷っちゃったんですけど、もしかしたらこういうことだったんかな。ちょっとヒント的なものが。屋上の望遠鏡からも灯台が見れるんだよ。覗いてみれば。とりあえず、展望台というか、展望台でしたっけ？あの、上のところ。そこに行ってみましょうか。あ、ヘンプある。後で取りに行こう。さあ、ちょっと見てみようかなって思ったんだけど、なんか全然ヒントにならないんだけど、ちょっと待て。ハートあるね、とりあえずハートがありますね。なるほど、レンズが取れた。うん、レンズを手に入れた。え、なんかに使えるんかな。え、全部で1個持っているってことは、取れたりすんの？ドーナツイヤー別にいいかな。ドーナツイヤーはもう、なんか結構見たような気がするので、とりあえず、その、灯台に行かないと何も話は進まないですよね。てかさ、今思ったんだけどさ、灯台って普通にこっちにあったあれのことじゃねっていう、まあ、ついでにキノコ回収しようか。金髪になろ。よし。ね、普通にこれのことじゃないかなって思ったんですけど。まあ、とりあえずキノコ回収。やっぱそうだよね。ヨーポクル、来てくれたんだな。来ましたよ。灯台、頼むぞ。鍵は開けといた。うわ、そうだよね。閉まってたからね。どうやって入るんだろうって思ったんだが、普通に入れますね。あ、なんかあった。新しい電球。これはなんだ？壁にボタンがある。ブレーカーのリセットボタンのようだ。リセットしちゃう。押してみよう。一番ブレーカーなんだな。よいしょ。あ、そういうやつね。なんかフリーゲームとかで、あるよね、こういうのたまに。なるほどね。これのリセットのボタンがここにあると。そういうことですね。なるほど。ん？なんだろう？読んでなかった。
普通に書いてくれてたんだね。俺なんか必死に覚えようとしてたわ。